それでは明日の早朝に辞させていただきます。そうねえ、私はもう子はなせないのかしら。試してみればよろしいかと。帝の寵愛はついえたのに、玉葉妃に勝てるのかしら。翡翠の瞳も淡い髪もなくてよ。他のものがあれば問題ないかと。ちょっと耳を貸していただけますか。ええ。それでは失礼いたします。リファ様に伝えた置き土産はお姉ちゃんたちが教えてくれた秘術である。マオマオも覚えておいて損はないわよ。